ですか。これですね、ここ3番、はい、そして吉岡というところからここまでが海の下です、ね、それこちら約500メートルメートル850ございます。そのやりやり機械がですね、先進ボーリングマシンといいまして、工事始まった当時は100メーターほどしか実況しなくて、だから重要な方はダイナマイト、青函トンネル、ね、だから青函トンネルはダイナマイト候補と言われています。連絡をしてくださいと、そういうために置かれてる電話です、ね。